ヘアサロン、コモリ。どうも、美容師芸人のコモリギャルソンです。今日はですね、ゲストにこちら、同期のですね、井ノ口さんという芸人に来てもらいました。どうぞ。創業のトリビュートの井ノ口です。井ノ口さんといえばやっぱりあれじゃないですか、胸毛。ちょっと見せてもらってもいいですか。いきなりそんなにですよ。でも、X がそんなことより、ちょっと巨乳すぎない女性胸毛とかよ、これだけだと、なんか胸毛とかよ、女性の動画、女性の動画なんだちょっとこの X がやっぱりおしゃれじゃないと思って僕は。そりゃそうだ。だからちょっとあの胸毛を今回はあの、カラー、このパイオニアに乗ってほしいです、胸毛カラー。あとはね、ちょっとこれ色つけたらかっこいいんじゃないですか。なるほどね。これは流行るかもしれない。新たなおしゃれとして胸毛専門店、胸毛カラー。俺も見たことないし、やったことないから、やんないと分かんないけど。美容室とかでもだって、あの胸毛カラー出てくるかもしれないけど。倒してね、こうやるだけ。ちょっと今日はカラーリングしていきます。薬を作って薬染め薬剤髪も染めたことないから。すごいの出てきた。これ本当に女の人に見えるそれ怖いなまずは髪の毛と同様ですね、色を抜いていかないといけないまず色が抜けるから、ね、抜けます。それは最後ここは初めて。皮膚が怖いですよね。皮膚怖いのかよ皮膚怖いのブリーチ剤って聞いたことないですけど、頭皮って強いんですよ、ああそういうことだから体はもしかしたら弱いかもしれない白になるって。いや多分茶髪か金髪ですね。頭皮最初は塗るときはやっぱり乳首はちょっと避けて塗ってますね。あ、デリケートだ。お前がやろうっつって、ね、髪の毛でやるときは串が必要ってことでしょ。そうです。もはや手でいいけど、溶けちゃう。手溶けちゃう手溶けちゃうの。密閉した方がいいな。まあ軽くです。何度がいいかな。それでとりあえず15分置いていって15分。熱で反応はね、早めに。さあ、ということで、15分が経過しましたので、見ていきたいと思います。ヒリヒリとかどうでした。今は全然ないよ、ね、おすごい、すごいよ。だいぶ茶色になってる。金髪ぐらいになりましたね。これだったら1回でいいかもしれないですね。ということで今回はちょっとオレンジ色をつけていきたいと思います。マニキュアですね。マニキュア、はい、こんな感じですね。マニキュアこれは何、肌についてる肌のオレンジ色だっけ。これは洗えば落ちる。洗えば落ちるんですけど、肌についてはちょっとの間取れない冬にやるもんじゃない。一目置かれる。一目置かれる。戦闘とかに。出禁前あるんだよ。大問題じゃねえか。俺の見るからかっこいいね。おい、めっちゃいいじゃん。どうですか？なんかジーマシンか病気みたいになってるじゃん。まあでもね、乾かさない。あ、乾かさない。おしゃれだもこれ。
それはそこが大事でしょ。いやー、しかねじゃないです。大失敗？大失敗です。反省しよう。ちょっと毛の量がちょっと少ないってなりますけど、も量は増えるの？量は増えない。量は増えないんじゃん、もうあと伸びる。色がもしかしたらオレンジじゃなかったのかもしれない。確かにね、黄緑のスプレーちょっと取っててもね、ちょっともしかしたらこの黄緑なのかもしれない。これは何だ？これは結構気軽に髪の毛にしてるやつ。うん、冷たい。うん、これじゃどうなってる？これじゃ、うん、めちゃめちゃじゃねえか。どう？あ、でもかっこいいかな。そう、これこうやってなったらこれが理想ってことだよね。だから今回は、すいません、失敗ですね。今回はちょっと皆さん、これで勘弁してください。じゃあ皆さんは真似しないように。ありがとうございました。夏だな。